飛躍しすぎだ。これだから物書きってやつは。犯人が自分の犯行をバラすようなことなんて書くわけないだろ。そうかな。とにかく犯人は大場女学院の生徒を狙ってる可能性が高いんだ。おとなしくしてろ。いいもん、それなら一人で調べるから。調べるって何するつもりだ。もしかして葛城慎のファンなのか。なんだ、本当は好きな作家に会いたいだけなのか。まったく、こっちは女学生のお遊びに付き合ってるほど暇じゃないんだ。ああ、乱れた和服のなんと戦場的な。これぞ日本の教習、わびさび。なるほど、少し切ない気持ちになりますね。蘭丸、もう夜も遅いですが、そろそろ部屋に戻った方がいいのでは。今日挙式したばかりなんでしょう。蘭丸、あなたの肌きめ細かくて綺麗ですね。少し触っていいですか。おい。大丈夫、キスマークなんてつけませんよ。今日初夜ですよね。ある私にして差し上げますよ。おいリシュ、もし温泉汚したらこのままみんなの前で土下座だからな。やめて、かける。お湯が入っちゃうよ。まだ出すなよ、我慢できるだろう。リジュ、そんなに無理してはしゃがなくていい。千里さんのことが気になっているんだろう。素直に死んじゃいやって言えばいいのに。うるせえ、始めるぞ。待って、優しくしてください。いいから黙ってろ。これでどうだ。悪い、痛かったか。いえ、いいです。痛くとも。一気にやってくれないとかえって辛いですから。そうか、それじゃあ。はい。おや、嫉妬ですか。ああ、何言ってんだ。私は嫉妬しましたけど、アキラ君とケンゴ君の絆の深さに。ああ、何をするんですか、アキラ君。そういうことは二人っきりになってか。あそこは決めたぜ、新しい名前。何の話。キンバレー部隊って名前やわだろ。引き継ぐ義理もない。かといってケネス部隊ってのも自己顕示欲の塊みたいだしな。なんだと思う。そうだ、女神の名前さ。ギギ、君には獰猛な男性をおとなしくさせる力があるようだしね。その女神って。そう、君は特別な存在だよ。ギギ、今夜俺と付き合えるよな。この非常時に。つまりだ、ギギは幸運の女神なんだな。でさ、俺と寝てくれればキル系部隊はまさに真実のキル系になる。大佐。ん？嫌いだな、そういう言い方。おっと、こっちにもギギを口説きたい男がいるらしい。東和樹の海、西エンタ山。死だっただろ。私が蹴ろ。もういいって。よし、遊びまくるぞ。カッパ最高。ポールダンス。リリリリリリリ。うわ、気持ち悪い。何なんだよ。はい、もしもしですけど。わかったですけど。ゆずか、ブラック企業というのは社員を奴隷のように働かせる悪い企業のことだ。お父さんは好きで仕事をさせてもらっていて、働いた分きちんと給料をもらっている。だからブラック企業などと一緒にしてはダメだ。よく寝たおかげで体が軽い。今なら200時間は働けそうだ。うん、部長と課長が倒れてね、労働基準監督署の監査が入るとかで早く返してもらえたんだ。そうだったの、よかったわね。社員思いの社長のおかげで
5年3ヶ月と6日ぶりに家族団らんができる。本当にお父さんは幸せだよ。何？俺も戦う。徹夜の味方、働けるゴールド1本5000円。この世に仕事がある限り喜んで働き続ける。魔法中年チッチ。よう決めようか、愛情の断り。レペゼンは着陸強勝、プレゼンはあいにくテンション。強さイズイノベーション、半数野郎をドクラワスツン。俺はオンリー、それがスタイル。お前はドンリー、あざ笑うスマイル。決めらんねえ、だがやるしかねえ。どっちが勝つ、あの子に聞くしか。俺はノーブル、お前トラブル。お前シュニカル、俺はムール。いつも食欲何か欠落、無理に突っ切る、いつかドン詰まる。俺こそが採用、覚えとけ。歌で勝負がつかないならやっぱり肉弾戦しかないようだな。強い方が選ばれる。勝負。悪いね、せっかくの客人を邪険にして。俺もお前らと同じ高等部1年の葉山だ。ここで助手をやってる。はあ、ゼミに入るのって普通2年生からだよね。それはな、その女には俺が必要だからさ。スパイスをいじる以外何もできねえ女なんだよ。おな、ジュン。けどな、それだけじゃ遠月のてっぺんには届かない。うまさよりも見た目よりもまず初めに届くもの、咀嚼し変化した後も漂うもの、それが香り。料理を制する者は香りを制する者。すなわち遠月のてっぺんを取るのは葉山明、この俺だ。きなこ、おはようございます。春メニュー何がいいですかね。なるほどにゃ。きなこ、おやつの時間だよ。今日はきなこの好きな茹でたささみだよ。いたいた、おいできなこ。どうした、いつも飛んでくるのに。いいよ、いい、すごくいい、最高です。うん、最高。フォトジェニック、最高の一枚が撮れましたよ。は、ん、そうだ、今晩は猫猫パーティーです。やれやれ、飼い主が見つかるまではうちで預かるしかないです。どうや、私の愛とピクセルが融合すればさもないことですよ。ちょっとだけうちの子になるのかな、なんて思ったりして、ちょっとだけ名前なんかも考えちゃったりして。あと当たり前だけど、スター枠だからといって特別扱いはされない。特典は俺たち花王会メンバーの指導が受けられるってことくらいだね。でもそれって結構有利なことなんじゃ。それは君たち次第だよ。では始めようか。さあボーイズ、遊びの時間だ。痛む？先輩、今でなくてもいつかまた機会は巡ってくるかもしれない。お前がこの道を歩み続けるなら。でも、だけど俺は今のお前とやりたい。お前自身が掴んだステージだ。思い切り楽しめボーイ。いいけど、君は随分悲しいことを言うな。悲しい？英知君みたいなことを言うなって。君もやっぱり夢の先の子なんだね。切磋琢磨し、うん、争い合って最適解を模索する。それを繰り返してより素晴らしい存在になる。それが生物の本懐だよね。でも私は悲しいな。停滞は死と同じで、互いに殺し合うのが生物の宿命なら、私はそこから下脱したい。もっと崇高で争いのない世界を求めるよ。生物っていうのはきっと神様の失敗作なんだ。生は攻めく、
命は天罰、人生は許されざる現在、そこから解き放たれたいと、自由になりたいと願うのはいけないこと。邪魔だけはさせない。君たちがもしも私の敵になるならかわいそうだけど蹴落とすよ。日本、小さな島国だ。我がステイツに比べればあまりにちっぽけだが、この国のレディやガールに俺の魅力、ロックを教えてやるのは無上の楽しみだ。 It's Rock and Roll! ゼウス様、何かお気になることでもありますか？なぜ人間ごときが神と互角にやれるのかということですか？なるほど、そういうことにございますか。お、面白そう。なんだ、残念、やんないのか。ほんと、宇宙一厚かましいんだから。やれやれ、まったく困ったお方だ。せっかくいいチームで復活したんだ。俺がいたら、いらぬバッシングを受けるだけだろう。3年、久我京介、本日よりストライド部に復帰したい。少し動きにくいな。これでいいだろう。今日は風が強いな。だが、心地いい。俺はいろんない。京介、藤原が言うように、相手が巴であれば八神が走る方がいい。思いが強い。あ、ここを接続間違えてる。まあ、ああ、これか。流行ってるんだろ。いけないのか。すまない、知らなかった。手伝ったら罰の意味がなくなるぞ。タピオカと寒天、両方とも無味。味の想像がつかないな。あなたたちは女子供にも手を出すのか。なんだ、私は知っている。で、君はなぜ私をつけているのだ。本当なのか。それなら教えてくれないか。頼む、教えてくれ。すまなかった。いや、君が私を知ってるというもんだから、私は記憶がないんだ。名前はエイデン、それぐらいなんだ。すまない、私は一人分でいいんだが、あなたを出さないと仕事にありつけないんだ。おお、お前強いのか。いや、やってみないとわからない。このでかいガキは論外だし、こっちの細っこい兄ちゃんだってとても戦力になるとは思えねえぞ。もう一度言ってみろ。生っちろい割に血の気は多いみたいだな。17、やっぱガキか。何食ったらそんなでかくなるんだ。当然だろ、金のためには勝たなきゃ意味ねえんだ。必要なのは強さだけってことさ。まるで自分が一番強いみたいな口ぶりだね。少なくともあんたよりはな。なんだよ、じゃあいくつに見える。ほらほら斉藤、追加の肉持ってきな。はい、斉藤の負け。責任持って保管するように。セーフティーかけとけよ。いろんなアイドルを真似してるだけで、本人たちが楽しんでいない。誰かに動かされているような。まるでマリオネットみたいでした。ならいいです、失礼。まあ、その気合だけは気に入りました。あとあれですね、内面の可愛さが感じられない。演技にしか見えないんですよね。なるほど、内面の可愛くなさの理由がよくわかったよ。その腐った精神状態、私が直してやろう。元ヤンキーか知らないが、私には通用しないぞ。調子に乗るな。ありがとうございます、先生。そうだったのか、知らなかった世界だ。萎縮してたから余計気持ち悪がられたんだ。自信を持って挑めば、中年男性がドルータを叫んでもあんなにかっこよく見えるんだ。ステップアップが見えたぞ。君を感じたい、ピンクの唇にキスしてちょう。宿が用意できない。
部屋の空きがないってことはないだろう。長いこと戦場暮らしだったんだ。船員たちを足を伸ばして寝かせてやりて。わかりました。いや無理ってすまなかった。船での生活は慣れっこだから気にしないでくれ。必要な物資は用意させてもらうから。うん、よろしく。もうたきた、いいところに水かけてくれよ。何言ってんだ、この後忙しくなるから覚悟しとけよ。そんなにすごいんですか。ああ、入れ食いってやつだ。それを見逃す手はねえな。滝田。はい。失ってから気づいたんじゃ遅いこともあるんだぞ。さあ取るぞ。かしむごしく完成。納得がいかん。これが戦車隊の仕事か。仕方なかった。ここを切り捨てなければゼロ号全体に被害は及んだだろう。だがそのせいで親も帰る家もなくしたあの子らに仕方なかったなどとどうして言えるものか。さっきの話だが、その餌の役俺にやれると思うか。生き残ろうなどとは思っておらん。この身はくれてやってもいい。俺に極東のやり方とやらを教えてくれ。頼む。中央委員会の動向はやはり地球行きに傾いているな。たかだか20年の漂流で根を上げるほど軟弱ともなれば当然だな。地球帰還が噂されているタイミングでゴジラの話題とあってはな、委員会への嫌がらせには適面だ。内容が理解できなければただの妄言でしかない。地球人がゴジラに抱く恐怖心はそれだけ根深い。だが俺たちはメカゴジラ開発に失敗し、お前たちの競技も地球人を洗脳しきれなかった。それが歴史だ。対ゴジラ兵器、そんな限定的な戦略などもはや不要だ。増殖したナノメタルを全て動員すれば我々は圧倒的な物量作戦を展開でき、都市構造そのものを要塞化し巨大な罠を構築してやる。この町全体をゴジラを殺すためだけの処刑装置に仕立て上げる。この城ができたら俺の出番だ。面白い。誰が一番強いか思い知らせてやる。一触即発の激表情、ぶっ飛ばすぜ。面白い。激表情、逆連合ずつ変形放て。保安局のポスト買うのにいくら払ったんだか。絶対的指示ってやつをください、監視官。へえ。で、事故に関係あります？あるといいな。監視官がこういう事故にこだわる理由、もしかして下月課長の命令ですか？いえ、単に俺の勘ですよ。勘ね。薬師寺陣営の選挙事務所は3カ所。池袋、水道橋、そして国会内。連中に該当スキャナーをかわす手があったとしても、見つかるリスクは避けたいはずだ。俺が犯人なら、できるだけ近い位置に拠点を築いて計画を立てます。ハガル、崩壊、終焉、旧秩序の死とそれをなす力。抑制できぬ自然、大災害、神々の黄昏、最後の戦争、ディエス入れだよ。私はそれを待っている。かけたまえよ。そう警戒せずともよい。私は一度も達成感や解放感、満足と言えるものを胸に抱いたことがない。どんな地位を得、名誉と栄光に囲まれようとも満たされたことは皆無だった。一体なぜ？つまり私はどうも生まれる世界を間違えたらしい。だが、だからといって自制をするのは愛に不実だと言われたのでね。私が真摯に世界と向き合い、結果世界が壊れるなら、我が愛とは破壊である。
抱きしめ壊してやりたいのだ。では始めようか。おのおの苦しい飢えを存分に満たせ。美しい、故に壊してやろう、ことごとくを。今宵私は既知感を超え、絶対不変の法則となるのだ。来るがいい、私一人で相手をしよう。これが最後の好機と思うが。